ゼーローにあるソ連兵検証費ゼーロー高地はドイツ東部オーデルカハンの都市キュストリンからゼーローを経てベルリンの間に存在する丘陵地帯である。一見なだらかな感じを受けるが高低差が4から50メートルの場所もある。第二次世界大戦末期、ここでベルリンに迫るソ連軍とそれを阻止しようとするドイツ第九軍との間で激烈な戦闘が行われた。 1945年4月、ベルリン東方 65km のオーデル川に迫ったソ連軍を阻止するために、ドイツ軍最後の防衛線がこの一帯に構築された。オーデル川とその支流内瀬川沿岸には地形を最大限に利用した拠点が点在し、とりわけ、ベルリン最短接近路の街道1号線最後の要衝であるゼロー付近では、 第一条に起伏した地形の両線からオーデル川までの車線が設定可能な多数の統治下や拠点が置かれ、ドイツ軍防衛線を形成していた。ソ連軍がオーデル川を溶かした4月16日から17日の間に、この高地で強大なソ連軍相手に一進一退の白兵戦、戦車戦が繰り広げられ、ドイツ軍がミュンヘベルクに構築された第二線の防衛陣地に交代するまで、 実質2日間、ソ連軍を足止めした。ありがとうございます。